シンガーソングライターアーティスト専攻担当の城之内美沙です。よろしくお願いします。この専攻はクラシックの音楽大学の中にありながらポップスに特化した専攻となっています。シンガーソングライターというぐらいですので作詞作曲そして歌あるいはアーティスト部門としてはシンガーに特化していたりあるいはですね自分で作った楽曲を自分の得意な楽器でインストゥルメンタルとしてアーティストとして活躍していく方々を育てていくというそういう専攻になっています。特徴としましては1年生の時にレコーディング実習というものをさせていただきます。これは皆さんで作った作品ご自身の作品あるいは歌ってみたい楽曲をレコーディングをするんですね。でこれはプロのエンジニアとともに作っていくので今は宅録というのが結構自宅でね録音したりっていうそういう時代ですけれども実際の現場ではちゃんとレコーディングスタジオに入ってでそしてエンジニアとともに、一緒にこうねやっていくっていう作業もありますから宅録ではなくてスタジオでちゃんと撮るその実習も兼ねたレコーディング実習というものをいたします。で作った作品ですねこれは例えばオーディションで活用していただくこともできますので皆さんの先輩はこれを活用してオーディションに合格した先輩もいらっしゃいますのでぜひね自分の一枚を作っていただければと思います。そしてもう一つは2年生になるとライブ実習というものをやります。これはライブハウスでそして何がすごいかというとですねプロのミュージシャンギターベースドラムねこれが大物アーティストのレコーディングやコンサートのサポートをしてくださっているミュージシャンの方に特別に来ていただいてで皆さんのご自身の作品あるいはシンガーとしてのパフォーマンスでのバックの演奏というものを一緒にやることによってプロのミュージシャンとどうやってちゃんとこうコミュニケーションをとって自分の表現したいものをお客様に伝えていくかというねパフォーマンスとそしてもっとメンタル的なものも含めての実習となりますのでこれは大変ないい経験になると思っています。スコアというものが必要なので自分で作った楽曲にどういうコードをつけていくかっていうのを私と一緒に研究しながら一番より良い自分のサウンドに見合ったものを作っていきでまたこれ以外にもプロの方たちが出るライブにオーディションとして参加していただけるようなものをねこちらでご用意しますので学区内だけでなく学校の外ででも自分の楽曲パフォーマンスを披露するでもそれはやはりオーディションに合格しないとダメですのでそのためのスキルも学んで磨いていくということをしています。またねクラシックの音大ですけれどもこのポップスに特化したそのための授業っていうのもありますしもちろん、ポップスなんだけどもクラシックのことももっと勉強したいという方にとってもきちんとした環境で皆様の学びの場を提供しています。このシンガーソングライターアーティスト専攻気になる方はぜひ学校の、ね、ホームページ等々もっとよく見ていただいてまた私のウィキも見ていただいて私がどういう、経緯をたどってこの大学で教えさせていただいているかも含めてチェックしてみてください。よろしくお願いします。